金に関係なく高いんですけど予定だけいい、うん、予定だけ話すよ。というかこっちは付き添いだけでいいよ、うん、向こうの。あ、それは伊藤さんの話だったっけ。そうあ、いいっすよ。10時からですか。うん、了解です。お願いします。分かりました。おはようございます。パフンごめん今日。マジ